にちは。コンパスココアのマリアヌとメイトルです。お願いしま す。はい、ということで今日の企画は今日の企画はサイコパス診断をしていきたいと思います。イエーイということで机に移動したいと思います。せーの。はい、ということで机に移動してきたということで、サイコパス診断とは何かというのを、はい、私調べたんですけど、サイコパスって何？サイコパスというのは、はい、連続殺人やなんか重度なストーカーになる人とかが持ってるものらしくて、サイコパスっていうのが。で、普通の人は持ってないってことですか？そうです。なんか そういう考えに持ってっちゃう人が、うん、なんか殺すしかないみたいな、持ってっちゃう人が持ってる頭のサイコパスみたいな、なるほど、やつらしいです。はい、ちょっと謎ですけど、そう。はい、ということで今日はサイコパス診断のアプリを使ってサイコパスかどうかを調べていきたいと思います。ライフワーク、ライフワーク始めましょうちょいちょい どういうテンションですか？あなたは長年にわたり殺人を犯してきたが、ついに捕まり裁判官にこう聞かれた。なぜ殺したのかね。さて何と答える？快感を味わいたかったから、叫び声が好きだったから。やっぱりサイコパスだ。違いますって。でもあれじゃないですか、一回殺したらもう生活のもう一部になる。ああ、もう一環みたいな。はい、今日は誰殺そうみたいなやつ。はい、一般人は楽しかった、殺したかったなど明確な理由。サイコパス、なんとなくおやつを食べるのと殺人が同じ扱いらしいですよ。やばいっす。やばいですね。そんな感じなんですね。3時のおやつは、ということですね。今日はですね、アイスありますかね。アイスありますかね。あるかも。食べていいですか？いいよ次の話に入りましょうか。送り娘、あなたはヒッチハイクしている女性を拾った。しかしとても無礼で不愉快な女性で、あなたはその女性を懲らしめたくなった。だがあなたは女性に何もせず家まで送り届け、あなたもその場を去った。なぜ何もしなかったのか。可愛すぎたから。一般人、我慢した、面倒だった、好みではなかった。あれ、サイコパス家まで送り届けることで現場の下見をした。怖い。これはちょっとサブボロが立ちました。はい、これ怖。家に帰ると、待って待って、怖いからやめて。あなたが家に帰ると下着があったらどうしますか？もう怖い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 、待って本当に怖いから、待って本当に怖いから。キャー叫んで、どうしようどうしよう、うん、え、どうしよう、どうしよう、よ、ね、どうしよう、どうしようじゃないですか。とりあえず焦ります、焦る。待って待って待って、なんかいたんじゃないの、なんかいたんじゃないの。いないですって。なんかあれじゃないですか、私はキャー叫んで家出て、え、この家俺んやんって、待って、こ中に誰か入ったってことやん、待って。なんで関西弁、待って待って、だって警察に自分で行きますね。なんで関西弁やねん。一般人、警察を呼ぶ、死体を処理する。サイコパス、そのまま処理。怖すぎでしょ。死体があろうと気にしないって。え、でも一緒に生活するってことですよね。同居ですよ。いいじゃん。やばいですね、怖。たくさんの犬。あなたは犬好きの富豪が住む屋敷で強盗殺人を犯した。犯罪後、あなたは屋敷の犬を全て時自由にした。なぜか。あ、わかりました。犬がいたから邪魔だったから、他にも取れてないのがいた。犬がかわいそうだったから。どういう、何ですか。あ、一般人、犬がかわいそうだった。ほら、犬が餓死しないように。サイコパス、犬が犯行現場を荒らしてくれることを期待して。怖い怖い怖い。あ、檻の中にいたんですね。で、そういうことね。あ、話したら荒らしてくれたんだ。あ、あれじゃないですか、なんか殺人する人と思ってみればいいですか。死刑、あなたはもうすぐ死刑になる殺人犯。あなたは刑務所の中で定期的に人殺しをすることに失脚した。なぜか。え、刑務所の中で定期的に人殺しをすることに失脚した。
死刑になりたくないからじゃないですかこれ、うん、死刑になりたくないから。一般人殺すのが楽しかった、殺したかった、サイコパス定期的に殺人を犯すことで裁判を起こし死刑を延期させるため。親友 A 子と B 子は親友だった。二人とも孤児に生まれ必死に勉強し手を取り合って事業を起こし成功を収めた。お金持ちになった B 子はある日 A 子を殺した。誰か、あ、わかりました。え、なんか二人が孤児に生まれたかで一緒に勉強した時は別にお金とかなくて2人とも同じ位置にいたけど、今 B 子は A 子より上だから別にいなくなってもいいやみたいな。そう、それだ。一般人事業を独り占めするため、サイコパス自分の過去を知っているから。あー、一般人はその事業を始めた B 子は一緒にやられると思ったんですねきっと。でもサイコパスだったら自分の過去を知ってるからってことは、その B 子はお金持ちになって別に一緒にやってもいいけど、でも自分のこの孤児にで生活していた頃を知ってるから、それを他の人に伝えたり、しかもその惨めな自分を思い出させる A 子が嫌だったって。なるほど。怖い。はいはい。ハプニング、ある冬のことである。あなたは恋人と同棲をしている。ストーブに火をつけようとした恋人が誤って体に火をつけてしまった。悲鳴を上げる恋人、キャー。さてあなたはどうするか。逃げる。自分も追いたくない。自分も追いたくないから逃げます。消火器でかける。あるんですかそれ。逆に一般人、あー水をかける、消防車を呼ぶ。ちょっとあなたサイコパスだよね。逃げるもセーフ、逃げるもセーフ。サイコパス何もせずに見ていればやばいっすね。え、何も感じないと思うんですよそんな。え、こうやってキャー。でこれが最後ですね。最後です。ラスト。電話、電話機に盗聴器が仕掛けられていました。誰が仕掛けたと思いますか。お母さん。あ、彼氏。お母さんか彼氏ですね。ストーカー。ストーカー。一般人ストーカーや犯罪者。待って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 。最後ボス友人。お母さんとかですけど。あれじゃないですか、疑ってるってことじゃないですか、常に近くの人を。待って、違うって。本当に違うでしょ。違うでしょ。はい、ということで最後は、サイコパスはマリアちゃんという結果に終わりました。違います。どうでしたかね。皆さんは一緒にやってみてどうだったか、はい、ぜひツイッターやコメントで待ってます。サイコパスじゃないよ。はい、ということで以上コンパスココアでした。バイバーイ。ありがとうございました。 See you again。 See you again。 はっ。今日のおやつは食べてません。私マリアンヌ、今日はですね一人でお昼ご飯を作ったんです。なんと冷蔵庫にある卵でスクランブルエッグを作ったのだ。簡単やないかい。普通にフライパンに入れてグリグリするやつ。うる